今回我々は新しい体験を目の当たりにした。催眠術、正直僕のやつは絶対かかる、確率は 50% ぐらいで、かかる人はめっちゃかかる。これ本当にちゃんとやっていいのね。ちゃんとやっていいんです。じゃあ手をこう交差して、交差して、はい、人差し指、はい、人差し指、はい、パッと開いてください。はい、開く。次、内側閉じてください。はい、閉じる。はい、開いて、はい、もう一回閉じてください。で、ぐーって反抗して、もっと閉じる、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 閉じる。はい、力抜いて、力抜いてください。力抜く、抜いて、他この手を離した瞬間に真ん中に集中すると、どんどん指が近づいてきちゃうんです。え、あれ、はい、パッと離すと、どんどん指が近づいてきちゃうんです。どんどん近づいてくる。近づいてますよ。はい、近づいて、近づいて、近づいて。で、ここに接着剤塗っておきます。はい、接着剤。はい、これ指もうくっついちゃいました。はい、くっついたら、はい、剥がれなくなっちゃう。はい、離すと近づきます、指が。どんどん、さっきよりも早い。おー、どんどんどん近づく。どんどん近づきます。おー、くっつきました。はい、ピッとくっつきました。はい、3つ数えると完全に指が離れなくなります。3、2、1。はい、すごい近づいてる。近づいてきます、近づいてきます。3、2、1。はい、指が離れなかった。はい、3、2、1。はい、指が離れなかった。誰もかからない催眠術、しかし4人目のこの男は違った。じゃグーしてパッと指立ててください。はい、はい、拳が開かなくなる催眠術です。はい、グーって逃げてください。強くずーっと。で、指を立てるとここ白くなるの分かりますよね。はい、はい、ここに集中してグーっと、グーっと。はい、で、ここをグッとやると気がつくと拳が開かなくなってます。はい、あ、ちょっとかかってますね。はい、もっとグッと。え、本当に。はい、硬くなります、硬くなる。はい、あ、来てますね、これかかってます。催眠状態入ってます。はい、グッグッグッ。そしてこの肘もグッてやると肘も下がらなくなります。痛い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 。どうですか。下がる下がる。痛い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 。怖い怖い怖い。これ見て、これ紐ね、紐ね、これ紐を結ぶじゃん。マジで。これを持ち上げるとどんどん上に上がる。嘘でしょ。はい、グー、はい、はい、一回力抜いて、はい、力抜いて、力抜いて。これ座ってるね、今。はい、はい、太ももがどんどんどん一瞬に密着するのが分かる。力抜くと、どんどんソファーに体が吸い込まれていく。はい、太ももどんどん重くなって体が重くなる。どうですか、立てない。はい、立てる。指の距離を内側にやって、力入れて内側に、あ、はい、はい、はい、次力抜いて、はい、指を離すとどんどん力が出てきます。はい、ブッ、この手に合わせてどんどん力が出ちゃう。いいと反応して、で、ここに接着剤塗っておきます。そうするとピタッとくっつく。3、2、1。はい、指が離れなくなります。はい、嘘や嘘や。これじゃあ手首固定するよ。はい、固定、ピッ、固定。はい、もう棒のよう、もうどんどんどん重くなっていっちゃう。ちょっとほんと、はえ、離して離して離して。あ、オッケー、オッすげえ。はい、オッケーオッケー。わー、手汗がやばい。すごい、これは最近ですね。ここでどうしても信じられないイソップが本当かどうかを検証する。はい、じゃあグッてグッてやって、グッて開いて、ここでこれ持ってくださいね。で、はい、もう手が棒のようグッと握り込んで、はい、もう動かない。はい、もう動かない。動かしちゃいけない。おっと、ここに何か針のようなものが普通。お、そしたらここから曲がっちゃう。あ、曲がっちゃう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 。発想が多くただけ。あー、少し変わってきた。あー、変わってきた、変わってきた。少し角度をこうつけて近寄せて、そしたらここに紐がある、紐がある、紐がある。この紐をここに結びつけて、結びつけて、まあ、持ち上げるとどんどん口の中に、どんどん、先輩の圧ですね。拳が開かなくなります。
ちらからになります。ちらからです。はい、じゃあ肘も肘もね固定します。はい、どう開かない、そして肘も固定。はいはい、は離れる、離れない。がっちり固定。これ見ていい、見てこのわさびを、わさびを見れば見るほど甘いね、お菓子に感じてくる、甘いお菓子に感じてくる。はい、甘い。甘い。まばたき。どうですか。甘くはないっすよ。はいはい、グッとやって、グッとやって、はいグッとやって、はい、じゃあここ開きます、ここ開きます。おー、どんどん開いてくる、あ、どんどん開いてくる、どんどん指が開いてくる、あ、開いてくる、おお、これモテるね。これまるで巻きつくように、手に巻きつくように、ついついていく、ついついていく、ついついていく、ここにこう、これ、あの、この手が下がらない。ああ、もうまるで水のようだ。お酒が水のようだ。で、ここから針が刺さる感じ。ふーっと来た。ふーっと。ふーっと来て、ここまで来たら、香ってくる。香ってくる。まだ飲めない。飲みたい。でも飲めない。ここに紐があります。紐これ結びつけて。紐結びつけて、こっちにたどり、たどり寄せると、こっちにたどり寄せると、なんでそっちに行くんや。こっちに食べてるよ。こっちに。ふーって顔してんじゃないよ。こっちにたどったらこっち来るでしょ、ほら。こっちたどってきて。大丈夫？この中身は本当にお酒？あ、お酒だ、お酒だ。あ、じゃあこの紐を、あ、ちょっといい、ちょっとこう、こっちに、おー、たぐり寄せる。お、そうすると、だん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 、だん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 、どこに行きたいんだ、これは。これどこに行きたいんだ。もっとこうだろ、もっとこうだろ。もっとこうだろ、こうだろ。はよ、飲めー、はよー。これは。やばい。そして、イソップにも催眠術をかけてみる。もう一回グーッと握ってください。はい、次緩める。緩める。はい、グーッと。ちょっと待って、ちょっと。はい、グーッと握って、次親指を立てます。親指グーッと立てると、親指の爪が白くなってるの分かりますか？はい、白いところに集中して親指をずーっと立てます。指が真っ白になるぐらいグーッと立てます。で、拳も緩めてください。はい、グーッと。次はまた握る。親指もグーッと立てる。はい、すると拳が、はい、開かなくなりました。お、ほら、そうだ。え、いいですか、じゃあ。はい、肘も固定しました。肘曲がりますか。お、やばい。あ、来ました。じゃあ、めっちゃ面白い、なにこれ。紐です。それさっき俺がやったやつや。結ぶと、これ僕持ってます。これをやるとどんどん上に上がってきちゃいます。はい、もがみ。どんどん上に上がってきます。めっちゃ顔が真っ赤。反抗する。反抗する。かかってなマジか。おお、踊らせやがって。え、本当にないなんだ。でこれは多分もうダメでしたね。これもダメ。でこれはもう平ぼうするとここがめっちゃ痛くなっちゃうんですよ。あのね、ずっとかかりたいって言ってたでしょ。こういう人はかかる。